うもあいもってそう今日そう昨日も今日も早起きしてて、そう昨日はそう自分の用事で早起きして、今日も公園そう早起きしたから、そう今もうね、もう今日はずもうずっと寝てられそうずっと寝てられる。そうああでもね、そう2回公演ともすごい楽しかったですね。はい、そう2回公演とも、そう今日はユニットが初めての、そう A 公演に助っ人出てた時もやったことないポジションっていうか歌割り、そうやったことないところだったから、ほんとなんか初めましてだったんですけど、すごいね楽しかったね。なんかそうまなかちゃんと一緒に公演出るのが初めてで、そうユニットが一緒だったので、ポジションがユニットのだから初めて今回そう一緒に出れてすごい嬉しかったですね。あゆは、はい、そうオンデマコメントも2人だったので見ていただけたらなって思います。そうまなかちゃん、そう本当な、今日本当なんか今日一日すごい面白かったの今日もなんか朝から面白くて、なんかもう本当いっぱい笑った今日、うんもう1ヶ月分ぐらい笑った今日だけで本当にそれぐらい笑った今日。なんかまずそう劇場着いたら、そうスタッフさんにそのなんていうんですか、体温を測っていただくんですけど、あのなんかピッてわかります、なんか機械でさ、あの腕のこういうところをピッてやるとわかるよみたいな、伝わるかな、そうそれでそう測っていただいたんですよそしたらなぜかすごい体温が低くて、そう 29.1 でえっってなってそうまさからそれですごい面白くて、そうスタッフさんと笑って、そう公演中の間の休憩の時もすごい、そうゆいりさんとまなかちゃんとあやみんとくろしちゃんと、あもうみんなだみんな呼んじゃう、もう本当にさほさんとかゆかるんさんとかほんともうみんななんですけど、はーたんとかも、そうもうみんなで笑って、なんか本当に今日の公演のメンバーが、今日のメンバーがすごいなんかもう個性的で、そうそう、あえ生きてるって聞いた、そう生きてるの、そうそれスタッフさんにも言われたそうさっきの話に戻っちゃうけど、そう言われた、そうそれで戻るんですけど、そう今日のメンバーがすごいあの個性的じゃないですかみんな、そうなんかね、なんかすごいみんな笑ってくれたりの言葉にも嬉しいなって思った、なんか嬉しいですね本当に嬉しい本当、今日いっぱい笑ったの、ゆいりさんもなんかそう変だったし、あやみんも変だったし、そうまなかちゃんもなんか変だったしみんな変だねそうなんかほんとなんか5時のチャイムが鳴ったんですよ、そう5時に、それでアヤミンが5時だったんですよ、それにあゆが5時だをゴジラに聞こえて、そう5時だが、そうゴジラに聞こえて、えゴジラって言ったら、もうそれでもうそれでね、もうなんかみんな笑ってくれて、なんかその前からなんかいろいろなんかそういう聞き間違いが多くて、なんか今日はなぜか愛とゆいりさんとはーたんとあやみんとそうとかがすごい聞き間違いが今日多くて、そうその休憩時間ね、そう休憩時間中にすごい多くて、もうその前から笑ってたから、なんかもうちょっとしたことでも面白くて今日、そうもう本当に面白かった今日、最高でした
そう、メンバーも最高だった。そう、ほんとなんか最高です。そう、なんかほんともう全てが面白かった今日、楽屋のとこ、楽屋がほんとにそう楽しかったです。そう、なんかそう最高最高しか言ってない。そう、まなかちゃんにゆいりさんのそう突っ込まれたんですけど、そう、あれは楽屋でもゆいりさんとまなかちゃんとさほさんとあゆの4人でそう、え、なんか違くないってなって、そうで、わいずっとゆいりさん、ゆいりさん、本当はゆいりさん、ゆいりさん、ゆいりさん、本当はゆいりさんなんだと思うんですけど、あゆはゆいりさん、なんかだんだん分かんなくなってきちゃった。そうって呼んでて、呼んでるからそう何も違和感なかったんですけど、違和感みたい。そう、ゆいりさん、ゆいりさん、そう、ゆいりさん、ん、なんか分かんないからやめとこう、分かんなくなってきちゃった自分でも分かんなくなっちゃった。そうっていう、そう、でもなんかあゆ、あいがさまえさんも発音がそう違くて、そう、あいがささん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 、なんかそう違くて、そう違う、そう違くて、そう、まえさんって呼んでいいよって言ってくださって、そう、でもあいがささんって呼んでることの方が長かったから、そう今でもあいがささんになっちゃう。そうなの、そんな感じでね、そう難しいよね、言葉発音がね。そう、なんかね、そう面白かった今日本当に公演中もすごい笑ってた今日、面白くて。そう、なんか MC の時、自己紹介 MC の時にはゆかるんさん見てると、ゆかるんさんを通してまなかちゃんと目が合うんですよ。そう、ゆかるんさん、なんて言うんだろう、そのゆかるんさんを見ようとしたまなかちゃんが、そのなんて言うんですかね、僕の夏恋見てくださった方は分かるんですけど、まなかちゃんがゆかるんさんの横にいらっしゃる、横というか隣、隣というか、あの間が空いた隣にいらっしゃるじゃないですか、自己紹介 MC で。そう、それであゆがそのゆかるんさんを見てるとまなかちゃんと目が合うんですよ。そう、なんかもうまなかちゃんが ニヤニヤしていくるから、もうあゆもニヤニヤして、二人でもう笑いがお昼も夜も止まらなかった本当に。そうなの、まなかちゃん、なんか今日本当になんか至る所でいろんな方と目が合った。ゆいりさんともポニッシュのあのほんと最後のあのじゃん、うんと、じゃーん、じゃ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 ん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 ってあれじゃないですか。ここでゆいりさんと目があって、その後ろに下がって前向きますのところでゆいりさんと目があってもうなんかここのタイミングで会うって感じで会いました、ゆいりさんと。そうなの、なんかもうほんと今日至る所で目が合いました。そう、反対側にいてもやっぱ今まだ8人だから、そうなんていうんですかね、水戸あの見えるじゃないですか奥まで、だからそう佐穂さんとかと目合ったし、そうほんといろんな方と目が合った。そう、あとはあ、でもあれでもゆいりさんと目が合った、優しさに甘えられないの、うーん、どこだ、そこ 2A のあのなんかみんなで一緒に移動していく場所あるじゃないですか、あそこでも目があって、そうお昼も夜も、
そう、仲良し。そう、人数が普通の16人でも目、やっぱ16、多ければ多いほど目は合うじゃないですか。でも少なくても、そのそう、だんだん公演を通していくうちに、だんだんそのなんていうんですかね、やっぱり心にも余裕できるし、大体のあの、そう、人がいるところもわかるじゃないですか。だから、そう、目がだんだん合ってくる。そう、そうなの。もう、そう、楽しかった。はい、幸せだ。そんな感じで、今日は公演見に来てくださった方や見てくださった皆さん、ありがとうございました。ありがとう。あ、ちなみに今日は15分配信です。はい。あ、あ、見たって、あ、ゆっ普通にコメントで返しちゃった。はい、ちゃんは昨日のみーちゃん出演のまっちゃんねる見た、見ましたよこれ。そう、見た見た見た、面白かった。朝見たんですけど、そう、行く前に見たんですけど、え、もうすごい面白くて、あのね、そう、あゆも一緒にやろうかなと思ったけど、これは無理だと思って、もう笑わせていただきました。そう、峯岸さんのガチャピンがすごい、あの、もう素敵でしたね。あの、もう緑が似合う方って多分峯岸さんぐらいしかいらっしゃらないから。そう、緑似合わないので、そう、すごいなって思いました。あと面白かったし、あとその最後のさ、部分のさ、そう、あのね、朝日奈央さんので笑わない峯岸さんがすごい、すごくて、あれ、眉、うん、ずっと笑ってて、あれ面白くて、なんかこのここら辺からお面がくっついてるやつあれ面白くて、そう、もうなんかずっと笑ってた、あいは、あれは。え、そう、あれ本当面白かった。よく耐えられてましたよね。え、本当にすごいなって思いました。あゆ本当にすごい、本当に。そう、峯岸さんに LINE 送ろうか迷ったんですけど、やめちゃった、ためらって。そう、ためらってやめました。そう、本当に面白かった。そう、そう、でもなんか、ああいう笑って笑ってって言われるとあんま笑わない人だから、意外とでもああいう場だったら平気なのかなとも思う。なんか、そう、なんか多分自分の中でクオリティというか、そのレベルが上がるから、勝手に。そう、なんか多分普通だったら面白くても、そう、あんま面白くないって感じることがある。そう、ごくたまに。そう、いや、本当に面白かった。そう、面白かったよね。なんね、楽しそう、あそこの一部屋すごい楽しそうだった、あれ。そう、だから今日朝からずっと笑ってるのかもしれない。そう、朝そのまっちゃんねるで笑って、で、そう、劇場着いて、そのね、温度の低さに笑って、公演中、公演、そう、やって、公演の全部を通して笑って、そう、休憩とかも含めて、そう、笑って、で、そう、もう笑いすぎましたね今日は。だから今日はいっぱい寝ますはい、そんな感じで15分経ったのでおしまいにしたいと思います。209日、明日で210日です。すごい、いつも見てくださってる皆さん、ありがとうございます。はい、明日もやります。じゃあランキングを見ますね。13位、石井哲司さん、ありがとうございます。12位、菅さん、ありがとうございます。11位、レイレイさん、ありがとうございます。10位、 NZ さん、ありがとうございます。9位、ガクシャンさん、ありがとうございます。8位、
ゆくんありがとうございます。7位さんまさんありがとうございます。6位たいがくんありがとうございます。5位まえさんありがとうございます。4位ひびきちゃんありがとうございます。3位今日の昼公演で好きが増したゆうすけくんありがとうございます。にかもんさんありがとうございます。1位つばさおしいさんありがとうございました。はい、またまた違うん、あんあんあ、見てくださった皆さんもありがとうございます。一人でんってずっとなってた。見てくださった皆さんもありがとうございました。はい、コメントとかね、星とかギフトなどもありがとうございます。でまた明日、ありがとうございました。バイバイ、またね、バイバーイ。